いつも一平ちゃんとかほら UFO とかペヤングなのに。それ音買ったの知らない、階段にあったよ。あーちゃん、あーちゃんじゃない、ママじゃないでしょこれ。なんかディノもそういうの買ったような。ママ買わないもん、これあーちゃんじゃない。あーちゃんだね。あーちゃんじゃない。うん、あーちゃん。ニュータッチなんて多分食べたことないと思うよ、リーナ。でも絶対美味しいだもん、これ。塩焼きそば、牛タン塩焼きそば。あ、うまそう。うまいよ、絶対。早く食べたい。うまい。ベッドスパイスが味の決め手。ねえ、これ珍しくない？うん。お湯4分。ニュータッチ。4分、早。ニュータッチ。ニュータッチ。これベルマークあるかな？ない。ない。うまそう。牛タンの味するんでしょ？おそらく。うまそう。仙台。これ絶対全部食べる。食べれそう？食べれそうなの音も食べるわ、これ。わかんない。なんじゃそれ。食べれそう？うん、食べれそう。どうかな？マックン絶対無理ない。え？開けちゃおう。開けて。え？開けれない。ペンペンマン、恐れないで。みんなのために。あんた、ペンペンマン。あやとる。あや。それ何のせ？前のせ？あ、前のせだそれ。前のせ。なんで焼きそば引退するって言って結局食べてるじゃないか。でも美味しそうだから。よし、オッケー。ビッビビ、綺麗に入れたよ。あれ、あ、これ後入れね。俺やれ、俺全部開けちゃったば。そこ、いや、本当にこう溶けるぐらいまでなんのかな、あれが。これって下にやればいいの？そうだね、これは下かな。上に綺麗に乗せたのに。上に乗せるとね、この湯切り口に突っかかるんだよ、うん、湯切り口。はやっこ、はやっ。ザ・茶色になってるぜ。ザ・茶色。本当だ。アヒージョみたい。アヒージョじゃないわ。これ、あのスープもソースもちょうだい。ソース。ソース、ソース。それ温めるから。あれ、音のやつないよ。音のも持ってきた。音、こんななった。ん？捨てて。はい。危ない、危ない。伸びてた。オレンジと。マスクはスパイスいいかな。エリノは。何のスパイスこれ。酸っぱいんじゃないのかな。面白い。そうだ。20点。ありがとう。マクン。音も入れます。早っ。あ、そうか、これ塩だ。だからマク食べれるよ。おお。お、いい匂いする。あ、この、うん、この匂いで。あれ、ちょっと早かった。ちょっとこの、嘘でしょっていう牛タンがね。すごい。絶対牛タンじゃないでしょ、これ。
あ、なんかでも食べたことある匂いする。マー君、あれ大丈夫マー君それ。じゃじゃん。これはあれかな、ブロックペーパーかな、ブロックペーパー真ん中にバチャって入れる、ペーパーブロック真ん中にバチャって入れるかもしれない。いくよ。いいよ。少ない、混ぜて。少ない、少ないね。いけるいける、俺だってまっくんこれいけるよ。いけるかい？うん。あ、匂い。いいですか？スパイス入れた？音を入れた。ニノマークもスパイス。マーク入れない方がいい。ニノは？入れる？入れない方がいいって。いいよ、入れてもじゃあ。ちょっと大人になるか。ニノは？ニノは入れてもいいと思う。ラッキー、ラッキー。辛いよ、それ。辛くはない。胡椒いんだ。へへへ。胡椒が良かった。リノどんな感じ？嫌な感じ？でもマークもダメだろうな。少しにしとく、うん、いや少しにしとく。でもマークは全部かけちゃう。違う、これだよ。マークはかけない、かけない方がいいよ。辛い辛いか。リノは少ししかかけてない。マーク赤ちゃんだから。うんじゃない。お願いします。いただきます。混ぜてない、まだ。うん、食べれるこれ。あれ食べたことある。あれ食べたことあるぞこれ。塩味の。あれこれ塩カルビってなんか食べた、塩カルビなんじゃないの好きなの、うん、あれなん、あれ UFO だ。あ、なるほど、似てるね、うん、麺が違うだけって感じする。UFO の麺もちょっと太かったよ。いや、あの UFO は確か太くなかったよ。これふわふわしてる麺。あ、おいしい。これ何位だと思う？これ4位だから。え、これ4位とは結構上かもしんない。2位、7位。え、俺4位。1位当ててあげる。バゴンでしょ。うん、バゴン好きだね。1は変わらないと思う。リノこれ2位。おー、やばい。バゴンはもう本当に4ヶ月ぐらい食べてない。一切食べたくなった。食べたくも思わない。じゃあこの中の一平ちゃんで一番美味しかった一平ちゃんはどれ？うん、少ないって言ってたもんね。一平ちゃんの中で一番美味しかったのはどれですか？一平ちゃんの中。毎回この会話してるけど、一平ちゃんか。一平ちゃんの中ね、ショートケーキ味。もう一番美味しかったの？うん、なわけないだろ。本当だよ。なわけないよ。うん、うん、うん、うん。一平ちゃんが今までで一番好きで、好きで、うん、ね。あの一平ちゃんの何が好きって普通の味が好きだって言ってる。だけど変わった。ショートケーキが好きなの？うん、嘘でしょ。本当？嘘だと思うよそれは。それ自分に嘘をついてると思う。マクはこれ美味しい。マクこれ何位？4位。4位はダメ。あ、やっぱ3位。3位もやめて。やっぱり2位。正解。おっしゃ。何の正解なのそれ。とはギャトリー一切やったことない。ない。あやを取るなんてそんな恥ずかしいことはできない。
楽しいよ、あやとり。何が楽しい？おとりは似合わない。ちっちゃい頃からさ、練習するとほうきとか東京タワーとかさ、できるんだよ。いや、まあできるの楽しいだろうね、おそらく。そっちのジャンルじゃないから、音は約100%飛びできる。ん？縄跳び。ヤマトミの。あやとりできないでしょ、だいたい。さっきだってできなかったじゃない。でも二人あやとりだけはできる。なんなの？二人あやとりってもう一人ができなきゃダメなんでしょ？うん。ママもできないはずで。うん、ママできるよ。え？え、これクソラミンのママできるよ。ママその毛糸買ってきたから、それでママに入ってやったら、ママ簡単にやってたよ。ユーフォは王女。王女？王女？ユーフォー塩カルビが王女なの？じゃあ、うん、1位よりも。じゃあ暫定1位は、1位はだからショート系。じゃあこれは2位。上等が作った焼きそばは1位。そうだね、15点。よし、それは王子。うん、坂王様。なるほど。女王の上の王様。で、一番偉い。一番偉い。ディノサーハンバーグランキングでは音のハンバーグがいい。ギアップ、ギブアップ。冬休みの時に。すごい、あれ結構トロトロしてる感じする。え、本当？ギブアップ。皮はあれだけど、おっと、ギブアップだよ。ギブアップ。うん、ちょっとこれ煮詰まって、これ足すのかな、足すんじゃないのかな。食べちゃう。どう思う？足すかもしんない。足すかもしんないよ。足そう。足すんだ。いや、やっぱいいや。夫に食べてもらって。うん、に食べてって言った。もうギブアップって言った。これじゃ先生じゃないよ。まあなんで。いや、美味しそう。これビジュアルがいい。無骨人は先生とは言えないんだ。え、うん、ビジュアルいいよこれ。見たい。あと残った人ってさ、先生じゃないよね。いや、何先生って。焼きそばの。焼きそばの先生じゃないよ、マー君は。マー君は見習い。リノは。リノ弟子。え大人弟子だよね。大人師匠だ。なんで焼きそば師匠なんだよ。男は。あ、違う違う、リノあれだ、焼きそば先輩だ。焼きそば先輩でしょ。焼きそば後輩。焼きそば後輩。やだ。じゃあマー君はなし。やだ。あ、違うね、これスパイスついてないと。え、マー君スパイス入れたよ。入れてないでしょ。入れたよ。入れてないよ、これから。え、入れてるよ。入れてないでしょ。ほら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 。あー、入れてなかった。でも美味しいと思うんだけど。マーク、それ美味しいよ。うん、すごーい。野菜が食べ、野菜残ってるよ。野菜、ナスのグラタンか人参丸かじりどっちがいい？ナスのグラタン。人参丸かじり。ごめんごめん。ね、ナスのグラタンか。人参とベーコンのアスパラガス巻きどっちがいい？これはあれの方いい。ベーコン。いや、ベーコンじゃないわ。ベーコン巻きの方がいいの？まだ。
うーん、面白いね。じゃあマー君に面白くないよな。どうも、いや面白い、大人は面白い。いやごめんね、面白がっちゃって。だって面白いんだもん。おっと、あー美味しかった。おっと、みんなさ、うえっていう顔するでしょ、うん、それ見るのすっごい好きなの、うん、うーっていうのが嫌だっていうのがって思う。さっき豚見た時も言われてたでしょ。おっと見て、お腹太い、うん、太くねえよ。太くねえよ。出てねえよ。出てねえよ。胃が出てるんだよ、ただ。でててんてってん。食べちゃった。痛い豚。いいよ。イェイ。イェイ。